やります。パラディンプリーズ。イエス。でパラダスの中で何が強いかっていうのも載ってるんだっけこれ、ビューカーズ、強いのはデックウィンレイトで見るとオニクシアが強いの。まあ、チャリムが強いのはわかるわ。ガラスの騎士、あこの辺も強えんだ。ほれティリオジはわかるな。アマニの強戦士が入ってくんのこれ。まあアマニ何顧問なのに、なんでこんないいの扱いが。アマニ強えじゃん。よくわかんねえけど、意味はわかんねえけど強えな。どういうこと2マナだから関係ないな、これ多分。ヘロー。バロンゲドンわかるでしょ、リッチキングわかる。ロックプールハンターわかる。卵泥棒もやっぱ強いのか。バインクリーバーわかる。若きプリーステスわからん。まあこれは2マナが関係ないけど、海の巨人わかる。ライちゃんもわかる。アルダーもわかる。ファイアプールフェニックスわかる。バジもわかるわ。あーこれ強いんだね多分ね。これアリーナでこれなかなか悪くないんじゃない。ディヴァインシールドラッシュ5マナ34、やっぱこれそこまでこれ悪くなさそうだな。まあ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 って感じだな。こんばんは。これ何これ。あーこれかコンセックとかこの辺なんだな。あー近日誌強そうだな。なるほど。あーこれはもうこれ強いよな。これ捨てがたいんだよね割とね。これ強いよね。まあメインとかだと相手が微妙っちゃ微妙になるんだけど、相手がトレードできない系だったらこれクソ強なんだよな。ローグでも強いんだよね。でもやっぱボルカノ？フリーでくれたレアカードボルカノなんやろな。こっちはヒーローパワー再度利用しないけど、でもまあこっちだろうな。どうせこれ使えないだろう。マシドラはちょっと取りたくねえな。闇の判決、でも軽くいけたらこれでいいんだけどな。軽くいくのかな。児玉はバフ乗らない。そうそう、なんか微妙だな。あ17のあれでよかったか。なんか重いんだけど、この慣れを、この鐘を鳴らすのはあなたなんか強かったんだけど、評価取ろうぜ。バンシーの方が良かったかな。これ評価あんま高くないんだ。これ強いじゃん。でもこっちの方が強いってことは、うん、これ強いよな。嘘でしょ。絶対これだろ。こんちは。帽子投げる？帽子全部自分の方投げれたら気持ちいいんだけどな。これそのままそんなにこれ盤面取れなそうだな。あこれ強い。おープレミアムカードじゃねえか。どれも剣竜がオップだな。冷えてるね。早漏はちょっとな。あー俺今日当てれる気がするわ。
帽子がバグってる。微妙だな。これステゴドン俺並ぶ可能性あんの。新兵、新兵シナジーが存在しないな。うーん、2つでこれ。あ、バジーだよな。あー、そうでしょ。評価みたいに出るのあるある。シルバーハンドの方が良くない？カルトだなこれ。発見どれだけあんの？これ発見でしょ。そんなバリューゲーム。あー、発見、発見が2枚、ドローあるでしょ。こっちいいだろう。あー、鬼強やん。鬼オメガやん。 AOE いねえけどな。コンセクト、トゥルシルどっちが活躍すると思う？トゥルシルなんだよな、強えのは。多分トゥルシルが一番活躍すると思うんだけどな。どうなんだろう。いや、全部欲しいけど、でもこれトゥルシルですよ。まあ、AOE ないけど。でもトゥルシルバーが一番強い。これで序盤テンポ取ってかと。これ強いか？大丈夫かこれ。これ悪くはねえけどな。まだ何すか考えてないんだよね。正直なんかあんの？こう今流行りのやつ。あの例のシャーマンのやつがそのうち使えなくなるの？でも別にやんなくてもいいような気もするしな。ウーサー VS なんかシャマカスのどうのこうのみたいなあるでしょ。あなたが招いたのよ。我名誉を持って戦う。ライデン武器ローグやってたね。ライデン勝ってたね。レジェンドラダーやったけど。キューブ挑発ドルイド。あれ面白そうだよね。ひたすらバリューで勝負していく感じだよな。ドカーンバコーンが好き。そうだね。まあ OTK みたいな方が好きかな。どっちかっちゃそうかもわからんな。調整入るかもかも。噴火やってください。でもあまり時間がないわ。ミルドルとミルオリは開発した。どんな感じ？ミルドル強い？
強か丸。何がいいかな。今あるとあれだな、まだちょっと見れねえけど、ちょっとまたコピーしとくわ。とりあえずコピーまではしとくわ。何がいい、こん中で。ネムドラ、これクソでけえバカみたいな挑発持ってねえけど、でも一番これが使い勝手良さそうだけどな。ドルイドはね、あるじゃない。あの、ドカーンってやつがね。ドッタンバッタン大騒ぎが。探検のやつ、ひっくり返し丸。たくさん張りすぎ、ちょっと待って、わかんねえわかんねえ、後で見る、来年見る、見るだけにね、にやり、自己にやり、オメガ自己にやり。こんばんはー、いいね、こんばんは。あにしてもネミーは目がしょっぱしょっぱするわ。目のしょっぱりがやべえよ、今日も。うざいと思うんだけど、あいつまだ秘策あんの。あ、うぜえこいつ、なんなんこのフンジャングル。はぁ、どんだけ秘策張ってくんの。なんで俺秘策明治やんなきゃいけねえんだよ。フン明治か、馬原一、弟シャム原か。泥棒やん。こっち盗んでくんだけど、こいつ。正義のために。マジ相手馬原だな。相手馬原か。あ、これのシナジーだったな。終わったよ。これのシナジーすっかり溢れたわ。あ、うざ。
ギルドに入って福祉あるわよ。人間ってどれだけバカなんだろうな。だとバカにしやがって。人間ってどれだけバカなんだろうな。だとバカにしてんな。フレスト？いつか私もあなたみたいに。からのフレストな？嘘でしょ？目合わせはしてもらうよ。クリスタは。お！これオメガシナジーじゃない？待って待って、オメガシナジーイン 2K いくつ？考える時間をくだされ。めちゃん飽きた。あ、わかるわ。それ飽きるわな。まあ、何が来るのかと思った今。ドキドキしちゃった。いや、フレスト率高いの。最近ウマハラ配信面白くない。あ、わかるよ。俺がね、この前ね、いや、散歩配信出したけど、お、1テストありがとうございます。おい、ちょっとさ、今バフレッターは今日の営業するな。フレッター、あの、営業しなきゃいけなかったんだけどさ、なんとね、今ね、あ、スイッチプライムはの人は何、安いビッツが買えるの。今ビッツがね、500円分をいくらで買えるの、メモっといて。500円分のビッツをなんと今なら、いくら、150円、125円で買えるの。500円分のビッツを125円。買っとけよ。以上。これはどう？そうそう、アマプラ限定。これ買った。どこで使うかはまだ決めてないけど。何こいつ、ムカつくんだけど。ペイパルと、あとアマゾンだったかな。アマゾンアカウントだったらいける。あ、とりあえずリンク貼るわ。まあ、もちろんサンキューチャンネルで使うのが当然理想ではあるが、しかし。やるわね。あ？やるわね。What the fuck？ 兵士のために。スマホはどうなんだろうな。ペイパルでは買えたな。俺ちなみにペイパルで買ったわ。どこだろう。ツイッチ本体がつぶやいてたわ。そっから試してみてくれ。スイッチは、ビッツは何割？ビッツはね、計算が難しい。一言じゃ言えねえ。言いたいことはいろいろあるけど、すべては言えないってやつ。以上。
これどうすっぺよ。これ次のターン取られても、まあ次のターン木霊がバンバン木霊した方が強そうか。あー、それかこいつ出した方が強い。あー、うるさいな。ちょっと待ってよ、ナイフ使っただろ。これとこれあたりが強いか。あー、でもこれ出したらあれで取られちゃうのか。あれは1点こいつにぶつけてきて取るのか。お付き合い願うわ。ただいま剣山。どれだけバカなんだろうな。YouTube でそんな簡単にスパチャってできんの？スイッチも簡単だろ。なんで、え、地理的な問題とか出る？俺出たことないんだけど。それマジ？100ビッツありがとうございます。これ今日本円にして100円だわ。ミログの時代って終わっちゃったの？まあね。まあ俺が終わらせたと言っても過言ではない。え、ペイパルでいけるでしょ。え、なんでペイパルでいけないの。1ビッツ。え、ペイパルって選択肢出るでしょ。これ出たよ。スイッチ日本には支社あるんじゃん。ほらみんな次々に試してる。ありがとう。え、本当にそんなめんどくせえの。デザリングあんじゃね。なんぼよ。2、4、6、7、8、9、10、11、12。リサリさんないじゃん。モバイルか。モバイルの使ってる人っていんの？スイッチ見るのに。スイッチ見るのにモバイルはちょっとな。ワロペリーナだな。一人でやるんだ。モバイルイン 2K17 はちょっとね。これ使ったことないんだよね。強いな。感謝いたす。もうギャゾ張った。もうギャゾ張るなっつってんのに。まあ、ギャゾかしょうがないのか。こういう時はほんまギャゾ好きだな。ギャゾリー。あ、そう、デスクトップだとね楽なんだよね。だからさ、125円で500円分使えるって、これ何、要するにこれ買われたら、買われるだけアマゾン赤字なんだよね。
まあ一発しか買えないんだけど、プライム会員かつ一発だけど。だからプライム会員の人は買った方がいいわと思う。125円で使えるのはなかなかいいだろう。まあどこで使うにしろ2マナくれ。やっぱアリーナテンポ通り出せると強えな。で相手がテンポ通り出せないと。シャードちゃん出しちゃうよ。これはどう。何がいいかな。救済は強いけど、でかいやついるか。救済が一番硬そうだよ。これはどうだ。投げ銭ってでもあれ、要するにあれ1セントだからさ、何ビッツ1ビッツイコール1セントだから、損といえば損というか、なんていうか金はかかってるよ。それは間違いなく具合なくね。俺のジャングルに入っちゃねえよ。黙って買ってくれ。黙って買ってくれ。デスクトップからアクセスすりゃいいだろ。簡単じゃねえかよ。デスクトップからアクセスする。たったそれだけだぞ。早起きは苦手なのよ。イージーピーズじゃねえかトライしていい。バカ。ここの答え何？最適解何？トライは答え。トライは不可。
いや遠くに放てば当たらないから。こんばんは。ここは何デッキを使うんですか。決まってないな。モンタロー37。本当だ。モンタローだ。こいつはモンタローなのか。なんちゅうカード取ったんや。マジな。スタンダードメインで行くんですか。わかんないな。どうするか考え中。はてさて。ビッツはそうそう、ここ見といて。安売りしてくから今。フンジコ昼間はよくも俺をはめようとしてくれたな。楽しかったじゃん。でも反省会しようぜ。じゃあ俺あの日まだ今日もイヤホン忘れちゃってさ、本当に申し訳ないけどイヤホンがなかったから。バジ来る。ここで俺使える、俺使える。ギルドに入ってクッキーあるわよ。ハクそっちへの出てきたじゃん。これ何これ。アホみたいに強いじゃん。ただいま剣山。終わったよ。ミルローグ並みのトロールが使用率に来た最適構成が見つかってない。本当？ミルローグ別にトロールじゃなかったからな。俺がトロールじゃないことが証明しちまったからな。ミリーはよ。ミリーがトロールじゃねえことはすでに証明済みなんだよな。ただいま剣山。正義のために登録して。俺お前が終わる。終わったよ。ドーナツが今日は回転してたよ。結局俺もイヤホン触れてあまり反応できない。いいね。でかい鋭い尖った。ヤングルは恵みたまう。はい出ているね。ビッツ車じゃないよ。伸びている枝。この子うまくやるわ。おお、トキちゃん。かけてるな、可能性に。よろずのエレメンタルの一なる力にて。呪いの力で生まれ変わるが。俺はお主を思う。俺はお主を。ドーナツ好きなんですか。好きだね。ドーナツ屋に行くのも好きです。
だ登場音っていいよな、確かにな。登場音はあった方がいいと思うわ。ウーサー vs マルフィリオン。マルフか。自然を守らねばならぬ。我名誉を持って戦う。18話次いないんじゃない？俺が知る限りいないわ。さて、時は無常。12時に始めてくれないと困るんだよね。あー、昼休みになったなってのなって、飯食いながら適当にスパムして、で俺その後昼寝するっていうルーチンがあるからさ、で1分1秒でも遅れられちゃ困るんだよね。遅刻なんだよ、ドーナツ屋店主が。そうなんだよ、12時、そうなんだよ、12時半まで梅チャンネルに行って13時まで寝る。そうなんだよ、そういうことなんだよね。でスタート遅れるとね、ちょっと良くないんだよね。俺は荒らすなんて言ってない、俺はコメントしたいんだよ、もっと。俺は荒らしたいわけじゃない、俺はあそこでコメント落ちたい、たくさん。でもイヤホン忘れるとどうしてもしょうがない。試合やらないと。そうなんだよね、解散の時間がつかみづらいっていうのがある。ウーサーザ・ライトブリンガー VS ルナーラ。森が仕返しするわ。いいね、このカードは強いね。これはいいか。あ、いいね、テンポ通り動きそうだな。07挑発いいじゃん。これ当たるよな、俺外したら本当に。ちょ、これはお付き合い。大挨拶つかまる。何か吹っ飛ばしてやっちゃうか。フェア。ファイン。That's fine。瞬間ピタッと止まった、いいね。どのやつで人気がないんですか。そうだ、最近ちょっと調子悪いです。あー、どうすかな。俺のジャングルに入っちゃねえよ。この速さバレる。今の速すぎた。今のピック速度にちょっと速すぎたかな。ああ、それ去られるの痛いな。ただいま剣山。
考える時間をくだされ。あ、美味しくないな、これもな。ただいま剣山。Not quite hit the mark, doesn't it? Kinoko Puma! ちょっとドーナツは新営業するのかな、わかんねえな。こいつなかなかボード取らせてくんねえな。ボード戦争に負けてるんだけど。おっと、ここでか。僕たちの遊び場がなくなってしまう。いいじゃないか。それでよし。でもね。人間ってどれだけバカなんだろうな。シャリム早いかな。殴って取ってくるのが何があるんだ。光が道を示す。想像者に捧げる。俺さ、昨日のね、梅ちゃんの配信見てね、この後、じゃあみんなさ、昨日カンナブコンチューの配信見たら見てさ、多分あ満足してネタっぽかったんだけど、俺はね、俺は一人こう梅チャンネルを深夜に見てたの。でね、俺がこう善意でね、いや昨日のさ、弟日曜日にちょっとあんまりにもちょっと梅チャンネルを俺たちは駆逐しすぎてしまったから、もうちょっとここは考え直そうっていう話をしたじゃん。もう一回ちょっと梅チャンネルを復活させたいって思ったんだけど、でも俺がね、真面目にね、だから
めちゃん、ハースやっても面白くないからロールやった方がいいよって言ったのに、半笑いでね、半笑いで、いや、そんなことなくて、ハースではハースで面白くて、まあ、日本では3番目だからって、俺、もう、ヘラヘラ笑っても聞いたらね、あやっぱり俺、もう、方針変わったら、まだね、まだ緑の草木が生えてるから、完全に刈り尽くそう。方針変わったから、もう、あの俺は刈り尽くすことに変わったから。こう、重要な変化ね。あの私、根絶やしにすることに決めたんで。一旦、やっぱり一旦ね、もうファティーグ。どうしてサンキューチャンネル、今、もともとあった、こう、何もともとあった版の何あれだ、山札はね、12枚。まあ、1枚だいたい12とかで、だいたい12枚ぐらいあった、もともとは。だいたいそういうイメージなの。単体除去あるか？いや、ないでしょ。分割するこれ、大人みたいに。大人だったら分割するここ。計算違いって自然なことよ。いざ、対応してくれ。あ、今フェイス言ったらリーサルだった。毎回勝つのは無理。だから。しっかりね、これからはもっとね、ハースストーン俺推進してってるから、もっとハースやった方がいいよ、梅ちゃんって。でも面白かったのは、俺昨日見てたよね、深夜に。もうね、もうびっくりしたんだけど、俺とジーコさんって見てる、チャンネル見てる人って多分ほとんど一緒の人いないから、多分全然視聴者別だと思うんだよね、みたいなこと言ってて、何を言ってるんだと。どれだけのどれだけのスパイがそこに攻め込んでるのか分かってないのかと思って、びっくりしたわ。でどういうことなんだと思って。ウーサーザライトブリンガーバーサスガルシュ勝利だ。しかだ、我名誉を持って戦う。むしろ逆で最近はだむしろ逆で最近は我々の勢力が押してきてる。だから、全体のやっぱ総座席数の3分の1はやっぱりサンキューチャンネル持っていきたい。総座席数の3分の1。最近の3分の1は簡単だから、40人の3分の1が13人。13人集まったらうちが最大多数になるから。これだけカンナムコンチャスタンプが流れようとも、もう全然分かってないから。だから3分の1はまず、取っていきたいなと。ケンさんが付き合ってる。なんだこいつ。時間かけよう、落ち着けチコ。オリだったらどうかな、サンウォーカーがいいかな。これはどうだ。終わったよ。赤カブさん、ツイッチプライム、ありがとうございます。感謝します。5ヶ月。これとこれめっちゃシナジーあるな。絶対これだわ。ハース配信違うよ、ただのトロール。ロイよ、この引き締まっちゃボニー。
憤配信者。ジナタン権利をしたいよな。いざ。ここでいい。ドーナツ屋経営者、そうだね。そうでもあるね。門の守りを固めよう。考える時間を下され。正義は勝つ。そうそう、俺らみんな最初は例え話だと思ってたけど、例え話ではなかったね。結論から申し上げます。すると私だはいつもね、昼間、平日の これチャリム出す。信じられない、今嘘ついたな、絶対。彼は死んで。
俺も負けないで、明日は俺も負けずに行く、しっかり。翔くん、集中しなさい。俺たちのドーナツ屋。考える時間をくだされ。任務を続けます。ただいま剣山罰が当たるぞ。ずーっとうおーって言ってたんで、大体や、本来。まあ見よ力強きストームウィンドウ。まあ言うよね。イヤホンないし、場合によっては画面見てないからね。パラカス強えわ。あの鐘を鳴らすのはあなたはも強えし、パラカス強いね。初見です、サブしてください。ウーサー、ザ・ライトブリンガー VS バリーラ。背中に気をつけて。我名誉を持って戦う。ログーはちょっと強いんだよね。でもね、ゾンビチャオだったらな、俺たちのゾンチャだったらな。スポンサー登録のメリットだっけ、それって違うでしょ、ドネーションのメリットでしょ。なんか読み間違えてない、それドネーションのメリットだろ。嘘をついていないか。それは本当に正しい情報か。正しい情報みたいだな。許せねえ。正義のために。
絶望の海をさまようのさ。お、来た。お金を鳴らした。ギルドに入って、クッキーあるわよ。これはどう？やっはー。ファイン。これ殴りたくないんだろうな。多分。どうだろう。この手なら、ここらは俺らの登りだぜ。やっちまおうぜ。ゴリゴリだ。はね、バターが多いほど美味しいんですよ。梅原一応と下の原、その通りだ。火遊びしようか。出たよ。はあ、完全に間違ったな。取るべきだったな。分割派すればよかったのか。この手なら両サイド失うな。挑発じゃない、サップあったら知らんわ。何のデッキやるんですか？決まってないね。暗き者消すぜ。登録して。お
グースープリン、そうそう、グースープリン決まったわ今。議論の結果、グースープリンになりました。TC130 精神変電機作動開始。俺のジャングルに入らねえよ。俺のジャングルに入らねえよ。The fuck?Fucking annoying. Oh. なんか動き早いんだけど、と思ったら早くなかった。しそうだ。ワッティ。これは厳しいね。何があんの俺。あ、これか。俺のジャングルに入っちゃねえよ。ああ。負けですか？私の歌で踊る。ああ、そこであいつ残したのが良くなかったな、カレーさんを。見て、新しいキラキラ。マジカレーさん残したのが俺の失敗だったんだ。カレーさんトレードするべきだったんやな。もうあと顔に飛ぶのないもんな。この手なら。こんばんは。まあ相手もなかなかいいカードで終わったが、しかしカレーさん取らないのは良くなかったな。来られてもな。
番目動かないフンター初めに言うほど強くないでしょ。わかんないけど。この獣を手なずけるもう結構面倒だブー。そんな強いかね。これがいつまで続くんだ。これがいつまで続くんだ。初めに意外と強いだ。ほんま。タゲゲさんが言うだったら話が違うわ。ほんま。そうなんや。そんな並ぶ？七武器の方が強くない？並べりゃ強いけどさ、並べられなかった時強いカードの方が強いじゃん。なんかそらね、あれか、ワンちゃん出そうとしてるのか、うん、それでも秘策でもあんのか。俺のジャングルに入っちゃねえよ。解放してくれ。ファイヤーショット。サバンナ、これはどう？あ、これある。これ入ってんな。俺の負けだ。TC130。
ヒヤッとするんだけど TC-130。マイエール。みちゃんの踏んでっきゅう。私の怒りからは逃れられない。大体どのデッキを、だってあのスタンダードというか、あの最初に誰でも作れる無料デッキの方が強いよ。だって踏んでっきゅうよりは。二バフは強いな。まあ、トップデック対決になったらだけど、うざそうだな。うわ、これうざそうだね。やってこないよね。木霊道具2マナか。木霊2枚使われたらめんどくせえ。その時点で俺瞬殺瞬殺されるの。ここは貴様のいる場所じゃない。え、これはいいよね。カンナブコンちゃんに対してまたあれだな、またカンナブコンちゃん批判か。すぐカンナブコンちゃん批判だよ。どこもここもまたカンナブコンちゃん批判です。まあ取ろうと思ったら取れるけどな、強くはねえんだよな。かといって顔に行く勇気もねえよな。すぐさまバリューが出るのって多分これかこれでしょ。考える時間をくだされ。これ使っても顔ぶち込む？いやさ、これ使って顔ぶち込む、いやさすがにか。あるんだよね。これだからログーは、ログーそういうとこ強いんだよ。あ、強そうだね。
ポイズナス。ポイズン。またポイズネスで殴られて死ぬのか一匹。あれ？あれ？ただいま剣山。クルフォクスティンク。これはどうだ。挑戦を受けよコブチャンネルのアドバイスひどいのあるよね、たまにね。明らかに間違ってるとこあるよな。ウーサー、ザ・ライト・ブリンガー。まあ、バーサス、まあ、しゃあないよな。見てる側も、まあまあまあ、自然を守らねばならぬ。我、名誉を持って戦う。2マナあるからこれ取っとくとかってあり、甘い？俺これ好きなんだよね、トゥルシル。トゥルシルがあったら勝てる気しかしないんだよね。トゥルーシルバーがあればなんとかなるんじゃないかって思ってるわ。光が守る。ああ、それ強いな。ああ、それトゥルーシルじゃちょっとなんとかなんだろうな。くっさくて美味しいお魚だよ。今殺しの時だ。カニ？正義のために光に捧げる。
ペリーノあるか？出たもくれうざもくれリーファルある4、6、8、10、11全然ないじゃん。一番シナジーありそうなの。スワイペリーノあんのかな。スワイペリーノあるとなるとここでトレードするとバカらしいんだよね。かといってこれとここでトレードされるのもムカつくんだよな。これはいいよ。居場所剥がしたら解放してくれ解放してくれ。ところで新環境何しますか。知らん。
戦だ。ふんぷり。なんか俺あれだな、相手のヘルスが全然削れてねえな。もっと削れてるはずだったんだけど。なんかアーマー定期的に貼られてる？これなんで？あ、やっぱスワイペリーがあるか。お前らの助けなど必要ない。ほんまスワイペリーの。考える時間をくだされ。来んなよ。光が陰ろう。我らは今剣山解放してくれ。もうミニオン退出しなきゃダメ。これこの子をまた1点のなんかのスペルで取られちゃうと悲しい気持ちになるんだけど、ね、取りずられた、うん、何が出るのよ。様子見るか。シップあたり出してくれ、ボンボンぶん殴って終わりたかったけどな。俺のジャングルに入んじゃねえよ。俺のジャングルに入んじゃねえよ。早っ。ショウ君、集中しなさい。なんか俺戻したい人いる？こいつ？ぶっ潰すぞ！ぶん殴るぞ！ぶっ潰すぞ！ぶん殴るぞ！リーサルあんの？え？ま？待って、リーサル見逃したってこと？何それ？全然気づかなかったよ。先行ってよ。言うの遅ない？完全に視聴者が悪いわ。全く気づかなかった。三一先行ってや。しっかりしてくれよ。何のために見てるんだよ。え？負けんのこっから。俺たちの役目は。ぴったりにされやん。敗北を認めよう。
ボード取れるな、にしても。ブーサーバーサスマルフィリオン。自然を守らねばならぬ。我名誉をもって戦う。歯悪くねえぞこれ。いいんじゃねえこれで。これでいいわ。これはどう？めんどくせえな。考える時間をくだされ。ああ、もうかんばしくないね。これ美味しくねえな。ペリーノマジ痛えな。マジでスワイペリーノ痛えわ。あーもうこれ、これヒロパで取られたらもっと悲しい。あーね、この2に振るべきなのかが分かんねえわ。次の弾出せるのがねえな。お、弱い。で、次の弾これとこれやって、これいって、これいって、これでいいか。正義のためにただいま剣山。It's me. Hello. How are you? How are you, bro? Itoku ga ora bohat sunjin da zo.剣竜、うわーこれ守りたくねえな。そういうことしたくねえわ。だったらこっち来てよ。
ちが叩けるか。考える時間をくだされ。進まなければ。取れねえだろ。どうしたものか。Holy.これレサルある？ないじゃん、ギリギリ。あると思ったら。トイレ行ってくるわ。ビッツはいつまで休んだ知らん。帰ってね。
なんでペイパル持ってねえのみんな。ペイパルがあったら一発で終わりやん。じゃあ今みんな、ちょっと今みんなの中で流行ってるスタンダードの出来ちょっと教えて。今一番こう俺はこれが やりたいぜっていうやつ、そういうなんかこう熱いものがあるかね。熱い気持ちを持ったデッキは。梅プリ、うんうん、ウォリコン、うんうん、テステンポローグ、テンポローグ好きだね。挑発ドルイド、キューブドルイドはなんかロマンがあるよな。ザ・ライト・ブリンガー VS 奇数イメージ、奇数ローグ、なんかローグがさ、ものすげえボコボコ殴ってるみたいわ。お、猫サムさんや、ありがとうございます。ポスティング感謝します。エレチコ・フンブックメージ、フン、キューブドルイド最強クラスなんだ、ほんと。なんかアホほどバリューというか、たくさんのミニオンが出てきてるのは見た気がするわ。うー、これきついな。フンプレイがよ、いきなり素人の方です。こわドラゴンハンターが一応持ってんだよね。このリンゴを頭に乗せてくれ。なんとかしてこれ取れねえとまずいんだけど。挑発出さないで。例えばウレジャンとか、例えばウレジャンとか嫌なんだけど。多分ハドロノックスのやつでしょ。ちなみに今フェイスハンターってできんの？どの道を行くか。あの時のようにトレードないないみたいなやつ。顔しか行かないっしょっていうデッキなんだけど、フェイスハンターって。ワッティ、こら強いぞ。レジ1位とかどうかじゃないんだよ、俺聞いてんのは。話聞いてないな。トレードみたいのがないやつ。もはや太陽は沈んだ。シュート。でよかったかな。ヒロパちゃんと使えれば、まあ、毎ターン打つみたいな感じ。2ターン目4ターン目じゃなくて毎ターンか、ほぼ毎ターン打ちたいのか。ウーサーならどうする。気になるな。すげえフェイスもね。
ード取れっかな。ボード取れなさそうだけど、タリムが一番強いんだよね。とかさ、ヘルスプラス X とか、What the heck? チコちゃんならどうする？タリム蹴散りたいな。まだでかいのいるでしょ。いないかな。ウーサーならどうする？私を生き返らせたの。あ、そうトレードか。剣山Oh my god, D! God D! God damn it, fuck!Bad. ここここは。ただいま剣山。昼飯だ。いや、私だ。何回バフできんの？ 3、4、5、6、4回か。7点で10で1で、あ、これフルトレードできるな。
3、ティン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 。で、これうまく分散させるのか。待って、合ってるよね。6でしょ ?6 で、1、2、3、4、トゥーン、トゥーンか。あ、待ってよ。あ、いいよ。待って待って、ここ、こっち1回でよかったやん。あんなことないのか。これヘルスいくつ増えんの？いけんのか？これで挑発が出りゃまあ大丈夫やろ。他のやつに行かせろよ。ただいま剣山。TC また TC ですこわー決まりに従いなさい。あ、ボイスファイ闇の道こそ我が定め。ただいま剣山。ために。これは
これ殴っとけばよかったじゃん。確かに確かに今のはプレミだったな。許してにゃん。ふう。ただいまこの一戦、お前の勝ちだ。セーバルの大当たり、セーバルか。何がええかな。ウーサー、バーサス、ウーサー。我名誉を持って戦う。我光を導かん。さすがに2マナなしでちょっとな、トゥルシルは OP なんだけど、1マナ、2マナが欲しい。あ、いいじゃない。まあ、テンポ考えたらこれ。一緒に飲もうや、相棒。パラディン多いね。まあ、身代わりよ。挑戦を受けよう。最高すぎるよ。これはクソ悩むわ。どうすんの。考える時間をくだされ。まあティリオジか。これ相手パラカスで俺並べられるのかな。今んとこ並びそうか。まあやっぱさすがにやっぱチャリムか。鬼ファッキンバリューだね。わに対しての回答欲しいんだよな。できれば。俺のジャングルに入っちゃねえよ。でもね、まあでもいつも一番強いよ、タリムが。なんだかんだ。なんだかんだって言ってたでしょ。藤井も。そういうこと。
こに光は刺さないわ。わ。強いね。進まなければ。考え時間をくだされ。次のターンミニオン出されてからこれ割られるのも嫌だよな。いざ。これ割るんだろうな。貴様の魔法は役に立たんぞ。パグチャンプ。ホーリー。はあ、これは痛いな。これは痛いわ。ただいま剣山。ああ今の痛えな。考える時間をくだされ。武器ねえの？これここで使うってことは、はあ、武器なかった系でっか？そうでっか、そうでっか。あそこで広場じゃなくてこっちが出てたら多少状況は違ったか。パラディン相手にでも出すのかな。うずあーでも出した方がテンポなのかな。でもアリーナここまで勝ってるパラディンって絶対武器持ってんだよな。進まなければ。ウンゴロはタイタンのものだ。危ない。
ジャングルに入っちゃねえよ。準備よしだ。ああ、まだ準備が。なんとかしてくれ、ティリオジ。ティリオジ、なんとかしてくれ。そのティリオジも簡単にぶっ飛ばされるんだよな。悲しい現実なんだけど。それ割れてもな、つれえな、それ割れても。つれえなポンチャンプ。No way. No fucking way. Lethal? Yeah, lethal. Lethal. あいつ当たりたくねえな。なんか今日人多いな。なんだこれ。なんで今日こんな人多いんだ。あれ、ハースストーンワールド出たおかげ、これ。宣伝効果？なんで今日こんな人多いの？なんか俺らしくねえな。しかも、俺ミルローグじゃねえんだけど。なんだなんだ？みんなつけっぱなしで飯食ってんのか？アリーナは12で終わり。あとワンパンポコパンよ。お！勝った！バーサスガルシ！ハガラゴールドさん。ツイッチプライムありがとうございます。感謝します。我名誉を持って戦う。次何やるか、何やろうかね、ほんまね。ターン、ターン。ターン。ウィン。はい、強い。これ9の州あんのかな。9の、おっと、武器破壊か。破壊する？
うわ、これで何バフされたやつ出てくんの。Another one! Another one! Of course another one! Yes, fucking another one! これ取られるの美味しくねえけど、まあいいや。どうしたものか。サイレンスやめて。What the fuck? What the fuck? What? わけよ。いや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 、ほんまにほんまにやってくんのそれ。Fucking so strong. ちょっと待って、武器何本持ってんのっていうぐらいでバカバカ出してきやがったな。そしてなんだっけ、テンポ。マジテンポデッキ強えっていうのを。What the? Another one, dude. Another one.
この身聖戦に捧げる。さあ、俺のオールウェイズラッキーってところを見せなきゃいけねえな。逃がしません。あ、ぶつける流れだ。ああ、ぶつけるのすっかりフレッター、はあ、ぶつけるのフレッターは、はあ、うわあ、どんだけ武器あんのよ。終わっちゃった。何この相手、頭おかしいじゃない。何なの。次に強いの誰だっけ。